阪神38年ぶり日本一で、なぜタイガースファンは道頓堀川に飛び込むのか背景に、東京への対抗心、精神科医が徹底分析。38年ぶりとなる日本一に阪神タイガースがたどり着いたのは11月5日のことである。日本一が決まるや試合が行われた京セラドーム大阪の左翼席からは応援歌である。 六甲おろしが地鳴りのようになり響き、ファンは喜びを爆発させた。そんな中、限界体制が敷かれたのは、大阪随一の繁華街南に位置する道頓堀川。優勝が決まった第七戦が行われた5日には、南の中心に位置する恵比寿橋。恵比寿橋の周辺に1300人ほどの警察官が配備され、橋の上は一方通行状態に。 吉村博文不知事48も試合前には X、旧ツイッターで、今日、日本一が決まります。どんな結果でも、道とん堀川には飛び込まないようお願いします。危険です。過去には死亡事例も出てます。周りに迷惑をかけない形で喜びを分かち合いましょう。と、投稿。 不民に安全を守るよう呼びかけた。ワイドショー関係者が明かす。阪神タイガース優勝時の風物詩とも化している道頓堀ダイブですが、2003年のリーグ優勝時には5300人以上が飛び込み、死亡者も1名出ています。死者こそ出ませんでしたが、05年のリーグ優勝、9年ぶりとなる日本シリーズ進出を決めた14年巨人を相手に、 クライマックスシリーズを突破した時も道頓堀ダイブは見られました。道頓堀川の水深は平均して3.5メートルと溺れる危険も十分。近年浄化が進んでいるとはいえ、川には大腸菌も生息している。川の水を飲んでしまえばお腹を壊すリスクもあります。吉村知事が警戒を呼びかけるのも当然です。 限界体制の会もあってか、阪神タイガースが優勝を決めた直後に道頓堀川へと飛び込んだのは37人のみ。一大事へとつながる事故もなかったわけだが、それにしてもタイガースファンはなぜ道頓堀川へと飛び込みたがるのか。大阪在住の精神科医の片田玉美医師によると、タイガースファン特有の心理が関係していると指摘する。 日本一になったのも38年ぶりで2回目。長きにわたる低迷からダメトラとも呼ばれました。現に1987年から01年にかけては15シーズン中10回も再開に沈んでいる。それでも応援し続けるのはファンが負けっぱなしのタイガースに自身の人生を重ね合わせているからではと、片田さんは指摘する。 負けっぱなしの阪神を見て、自身の人生と重ね合わせている人が少なくないのだと思います。これを精神分析では同一かと言います。自分の人生でいつかは成功したいという気持ちを、負け続ける阪神タイガースの惨状に重ね合わせていたファンは、タイガースが優勝するといつかは、俺もという気持ちを抱くのだという。 いつかは自分もタイガースのように飛び立ちたい。負けっぱなしの人生から脱却したいという思いが道頓堀川へのダイブにつながるのではないでしょうか、全道。川は世の中に数をある。それでは、なぜタイガースファンは道頓堀川をダイブの場所へと選ぶのか。注目を浴びたい。 優勝してヒーローになったタイガースのようになりたいという自己顕示欲があるのだと思います。道とんぼり川は汚いことで有名ですが、大阪の繁華街のど真ん中にあり樹木を集めやすい。そこに飛び込むことで注目を浴びたいのでしょう。前室の片大師。なぜ、関西人は注目を浴びたがるのか その背景には、大阪経済界の地盤沈下が影響しているのではと、片田氏は分析する。大阪は昔から東京と並んで二大都市との自負があったはず。現に日本の高度経済成長期を支えた電気メーカーも数多く存在しました。しかし、16年には、シャープが台湾企業である高海精密工業に買収されていますし、 パナソニックにもかつての勢いはありません。当然、経済界を支えてきた大手企業が傾けば、下請け企業にもその影響は及びます。人口も大阪市と比べて横浜市の方が多いですし、かつての勢いはありません。大閤殿下豊臣秀吉が作り上げた商人の町として大阪が栄えたのも今は昔。 冷え込む経済状況がいつかは大阪だってという気持ちにつながるのだという。巨人 VS 阪神は伝統の一戦として人気がありますが、それだって東京 VS 大阪の対抗心の現れです。東京に勝ちたい、注目を浴びたいという気持ちも道トン堀川へとダイブするタイガースファンの心理に影響しているでしょうね、全道 タイガースファンがミチトン堀川へとダイブする背景には様々な事情があるというわけだ。